こんにちは売れるカウンセラープロジェクトの北林ですこの動画ではカウンセラーの先生からのよくある質問や疑問にお答えしています今回はですね、えー、住所は公開すべきかどうかということについてお答えしていきます質問自宅で開業を考えています自宅住所は公開すべきでしょうかということです えと住所を公開する派それから自宅ので会議をする場合やっぱり何て言うんですかね住所を公開しできればしたくないなっていう人もい,いると思うんですけど、まあ、ビジネスをやっていく上では一般的に会社の住所とか電話番号とか代表者の名前って公開されてますよね。 でカウンセラーの先生も同じでまあ、住所を公開している方がクライアントさんから見たら安心できますただですねどうしてもちょっとまあ事情によって公開できないとか公開したくないっていう方の様々な対策についてお話ししていきます、えー、まずですねホームページブログどうしてるかっていうことなんですけど住所を まあ、全部公開できないという場合は何何々市何々市町ままでホーームページにに載せるるといいううようにやってる方もいますで対面カウンセリングの場合は、えー、その先の詳しい住所、えー、それからアクセス方法ですよね行き方、えー、カウンセリングルームへの行き方については、えー、メールなどで申し込みがあった人に直接お伝えするという形をとっている方がいます。 でまあ、電話カウンセリングとかの場合は自宅の住所とか直接教える必要もないのでまああのちょ特にお伝えしないというような形をとっている方もいます。 であとですねインターネット広告についてなんですけどこのインターネット広告っていうのは、まあ、有料で広告をするものですね、まあ、Google AdWords とかヤフーリスティングとかスポンサー広告とか PPC とかいう呼び名で呼ばれてたりするものなんですけどこれはですね広告する際に審査があります。その場合にですね、ホーームページとか、 にやっぱりプライバシーポリシーそれから特定商取引そういったところに住所とか会社名とかしっかり書かれてないと審査に通らない可能性が高いですなのでちょっと住所を公開したくない場合の方はこういうインターネット広告する場合はかなり注意が必要ですね。 でプライバシーポリシーとか特定商取引っていうのがしっかり書かれてない方でも、まあ、審査クリアしてる人は中にはいるようなんですが基本的にはまあそういう住所を公開してしっかりしないと審査には通りにくいと思ってもらった方が良いです。 であと名刺についてですね名刺に住所を載せるかどうかなんですけど、えー、と直接名刺を渡すものなので住所を書いておいて、まあ、ちょっと渡すかどうかをその時に判断するというような人が多いようですまた名刺を2種類ですね持って渡す住所を書いてる方を渡す人、えー、住所書いてない方を渡す人と判断する場合もあるようですね。であと あの住所を公開したくないけどしっかりしたあの事務所としての住所が欲しいっていう方の場合対策としてレンタルオフィスを借りるっていうことをされている方が、えー、多いですねこの場合レンタルオフィスってとか、えー、バーチャルオフィスなどと検索してもらうといろいろなところが出てくると思います。 でここはまあ,あの事務所としての住所を貸してくれたりとか小さい机と電話のスペースをあのその住所のあるところに置いてくれたりとか、えー、とまあいろいろですねであとそれ以外に商談スペースとか会議室みたいなところを貸してくれるのでその場所でですねカウンセリングするっていうことをされている先生もいます。でこういったまあレンタルオフィス を借りるっていうことも住所公開できないっていう方では検討をされると良いと思います、えー、最後まで見ていただきありがとうございますチャンネル登録、えー、していただけると嬉しいですチャンネル登録ボタンがあるので押していただくとチャンネル登録ができますあと私北林への直接の質問相談を受け付けています、えー、カウンセラーとし 目指されている方、それからカウンセラーとして開業を考えている方、またカウンセラーの集客についてですね、悩んでいる方からの相談を受け付けています。えっ、ー、と動画の下の概要欄にですね、ホームページのリンクをつ,つけていますので、そこからですね、直接相談するのボタンを押してですね、えー、気軽にご相談ください。 え、私の書籍の紹介です3ヶ月でクライアントが途切れないカウンセラーになる方それからカウンセラーになって月収100万円稼ぐ方全国の書店 Amazon にて好評発売中ですもしも店頭に並んでないときは店員さんに言って取り寄せてもらってください